賃貸賃貸賃貸そういうのってます。そこは関係ない。それは定義次第で、その道徳的な地位の理論の中に他者に対して義務を負うことができる存在だっていう条件を入れる必要があるかどうかって問題なんですよ、うん、でそれ理論によるんですけれども、でもさっき言ったような、その例えば快楽とか苦痛を感じることができるって話の中ではそれはいらないってことになります、うん、例えばで、これ要は快楽と苦痛に注目するって、これ基本的に功利主義的な考え方なんですけれども、うん、要は快楽を最大化して苦痛を最小化するっていう、だからその快楽とか苦痛を感じる能力っていうのが問題になってますその中で、他者 の快楽苦痛を要は計算して快楽最大化できるみたいな能力が必要かどうかってなると、まあ必ずしもそうじゃないと。その人その存在、まあ、例えば猛獣とかは他の者たちの快楽をもしかしたら損なうことはあるのかもしれないけれども、だからといってその存在 その道徳的なステータスがなくなるわけじゃないっていうことは言えるってことですね。他に質問はありますか。まあ相当分かりにくい話になっている気がするので、またいろいろ読み直していただければ幸いです。で、まあ、次今言ったような、はい、サーコンスタンスみたいなのを、はい、そういう特定の小中学っていう、なんだろうな、コンテクストにおいて義務が生じます、勝負など義務を追われてもいいよねみたいな意味でね。そうですね、義務特定のコンテクストにおいて、特定のコンテクストにおいて問題になるファンダメンタルインテレストがあるっていう、うん、でそのファンダメンタルインテレストを損なうような行為に対して、それはダメですっていう義務的な制約が出てくるっていう流れですね。政府の義務かもしれないし、そうですね、政府の義務かもしれないし、まあ、個人しか出てこないようなものになったら個人の義務にもなるかもしれないっていう、モラルの義務がある。そうですね、だから、はい、大丈夫です。ここのエザンプル2で、はい、なんでこのサーカムスタンスが必要なのか分からなくて、はい、普通にネグレクトは悪いでダメなんですか。結構程度問題になっていて、例えば普通にネグレクトだけじゃダメ、まあ、単なるネグレクトっていうのも、まあ、場合によってはというか、結構常にそのネグレクトダメだよねっていう理由は生じるかもしれないっていうことは言えるんですけど、そのインクリーシングリコグニションがあるっていう時に、そのネグレクトの悪さに、なんか要はそのネグレクトの悪さっていうのを増幅させるっていう話ですね。これはだから、そのこれ treatment as equals っていうのが結構言い方としては鍵になるんですけれども、単なるネグレクトも確かに treatment as equals っていうのに失敗するのかもしれないけれども、でも一つのケースで失敗して、例えばその3日後ぐらいに考慮に入れましたっていうふうになる場合が、まあ通常私たちの日常生活がほとんどだと。だからこの前約束破っちゃった、ごめんねっつって、今度は約束や守る、でちゃんと守るっていう場合があるんだけれども、そういうネグレクトしちゃう場合もあるんだけど、ちゃんとネグレクトしないで関心を考慮に入れる場合もあるっていう、そういう扱いを受けることができている人たちが一方にはいると。他方でそういうネグレクトっていうのを常に受け続けている人がいるっていうことですね。でこれもしかしたら程度問題かもしれないですけれども、その後者の方がより義務的な制約を引き出すための考慮事項としては強いってことは言えるかもしれないです、まあ、でも確かにこの今の書き方をするとネグレクトの事実だけでだいぶまずいことが起きているというふうにも言えるので、そうですね、その辺はもうちょっと考えています。これまあ配布するときにもしかしたら何か思いついたら書きたいかもしれません、はい、実際にプリンシプルを言うときに理由でそのファンダメンタルインテレストがあるっていう話とか、サーカムスタンスがあるっていう話をすると思うんですけど、そのなんでファンダメンタルインテレストやったらプリンシプルが生じるのかっていうのの理由はいらないんです。
それはファンダメンタルインテレスト自体を正当化する必要ないかっていう、どこまでを言うことでそのプリンシプルが出てくるのかっていうのがよく分からなくて、そうですね、まあこれは、まあ、はっきり言って無限にどこまででも交代できるんですけれども、要はその根拠には正当、あのその根拠には根拠がありますか、その根拠には根拠がありますか、その根拠には根拠がありますかってどこまででも言えるんだけれども、まあ一つ、まあこれ基本的にどんなアーギュメントでも一つの考え方があって、そのより受け入れられる話からスタートして、でより受け入れられないコンクルージョンっていうのをディフェンドするっていうのが基本的なアーギュメントの流れじゃないですか。例えばさっきの明日雨が降るっていうのと、天気予報が 99% 雨が降るって言ってたっていう話思い出してもらうと、天気予報で 99% 明日雨が降るって言ってたっていうのは、まあ、より受け入れられるその前提だとデータだと。で天気予報は、まあ、少なくとも日本天気予報は割と当たる、まあ、外れることもあるけど割と当たるという事実が蓄積されていると。でそれを知っているとみんな、だから天気予報がで言われていることは一応信頼できるっていう、より自明ではないんだけれどもより信頼できる前提が、でその前提から明日は雨が降るだろうっていう、それ自体では全然その説得力のないような結論が出てくるっていう、そのまあでも天気予報って本当にそんなに信頼できるのっていうふうに問い返すこともできるんだけれども、まあ、でもコンクルージョンよりはより受け入れられやすいようなプレイスになっているってことですね。でこのファンダメンタルインテレストを本気で否定する人いるかっていうのを、まあディベートで そこまで問い返すような形にしちゃうとちょっと面倒くさくなるんですけれども、まあ、でもこの4つのエグザンプルはなんか否定することがバカらしいように見えるような前提には見えるっていう、まあはっきり言ってこういう話をしたらうまくいったことがあったってだけの話なので、これが信頼できるのかわからないですけど、この話は、まあ、でもより一般的なインテレスト、そのどんな個人でも持っているであろうインテレストっていうフレーム自体はその、まあ、使えるとは思います。まあ、ちょっとこの辺難しいですよね。どこまででも問い返すことができるっていうのはもう本当にそれはそうだって感じなので、アーギュメントのもう根本的な問題点になるんですけど、他に何かありますか。大丈夫ですか。 OK です。で次がプレパで、まあ、今その義務的なその原理の議論っていうのがどういうふうに成功するのか、成功しうるのかについて一応説明したので、まあ、ここから先はもう議論の成功の仕方っていうのが分かっていればそのプレパの仕方っていうものが結構分かってくるだろうってことなので、そんなに長くないんですけれども、まあ、まずその3つのエレメント、まあ、3つないし4つのエレメントっていうのを思い出してもらいましょう。アクター、コンテンツ、リリース。でアクターは義務を負うアクターと追われるアクターっていうのがあると。でその3つを思い出してもらって、で、まあ、プレパ時間に考えなきゃいけないことは少なくともこの3つだと。でそのモーションの性質に応じて、まあ、例えばこういうサーカムスタンスがあるとか、まあ、そういう状況についての記述とかそういったものを加える必要があるので、まあ、それについても考えてみると、まあ、これ全部リーズンに関わってくることなんですけれども、まあ、その辺をプレパ中には考えなきゃいけない。でもまあどういうふうにやればいいのかってことですね。でここでまあ例えば僕の頭の中で起きていることっていうのを例として言ってみると、そのプラクティカルの話をするとき、モーションを読んでそのプラクティカルの議論を作ろうとするときに、まあ、どういう仕方でプレパ進めていくのかっていうと、まあ、以下のようなクエスチョンに答えていくことだと、まあ、いっぱいあるんですけど、SQ 何が起きているか、でレレバントなそのアクターは誰か、そのアクター そのインセンティブとかその動機づけ その構造っていうのはどういうふうになっているか、どういうものにインセンティブを受けてどういうものにモチベートされるのかとか、Who is getting what and who is losing what in SQ ですね。 What is the immediate effect of this policy、 これは AP の話ですね。 What is the indirect effect of this policy、 その政策を取ることの直接の帰結と、まあ、間接的に、まあ、二次災害みたいなふうに起きてしまうようなエフェクトっていうのも一体何かとか、 Given those effects, what will be happening in the world after implementing the policy、 これオーバーオールでその AP では何が起きているか、
Why is this important? で、この最後の Why is this important? っていうのが、まあ、テリックプリンシプルが入ってくる余地ってことなんですね。What purpose do you have? とか Perhaps this might be the place where you choose the different place. この一番最後の And why is this important? っていうところでテリックプリンシプルが入ってくる。で、これがその少なくとも僕がそのプラクティカルの議論を立てるときに基本的にやること。S級何が起きてて、まあ、どういう人たちがいてとか AP 何が起きてとかそういう話です。で、これがまあプラクティカルの話をするときの感覚なんですけども、プリンシプルの話をするときには、プリンシプルのプレパをするときには、まずそのモーションを読むときに、まあ、さっき言った通り、レレバントアクターを特定しましょうと。これはプラクティカルアーギュメントでやってることと同じだと。だから結構一番最初にできるのってレレバントアクターを特定することなんですよね。さっきの動物が苦しんでいる映像をコンシューマーに見せるって話でもレレバントアクター最初に特定するときにコンシューマーがまずいるし動物がいるし、まあ、あとは食肉業者とかもいるしとかなんかその辺のアクターレレバントなアクターっていうのを出してみると。で次がプラクティカルと違うところでそのアクター例えばそのさっきの、動物 の, あの苦しんでる映像を見せなきゃいけないようなアクターあるいは見なきゃいけないようなアクターっていうのが今何を言っているのかっていうことについての事実があるはずだと。今は例えばコンシューマーは動物が苦しんでるのを、まあ、推定上見てないだろうと、あるいはその食肉業者とかその、まあ、そういう人たちは見せてないだろうっていうその行為が今現状であると。だからその現状の行為っていうのをまず特定してでその行為の道徳的な性質って一体何なのかっていうのを考えるっていうのが第二段階で、これが多分一番難しいところでこれいろんな考慮事項を混ぜ合わせなきゃいけないんですね。その動物が苦しんでいるにかかわらずその苦しんでいるってことについての事実に目を向けてない、目を向けていないっていうのは一体 どういうことかっていうと、それをその動物をどう扱うべきかについての判断をするときの考慮事項にしてないとか、まあ、そういうふうにいくつか連想していってそれを全部考え合わせた結果さっき言ったようなその要は動物 のファンダメンタルインテレスト、その自分の関心を考慮に入れてほしいっていうファンダメンタルインテレストを無視しているっていう意味で不正な性質っていうのを一応持っているだろう、まあ、そういう結論に行くっていう作業がこの2番目になります。でこれがまあ一番難しいっていうか一番なんかいろいろモーションやって練習しなきゃいけないところかなっていうふうに思います。で第3段階は、このポリシーのインプリケーションですよね。そのポリシーって結局その行為に対する変更を加えるわけで、コンシューマー見せてないんだったら見せるっていう変更を加える、見てないんだったら見るっていう変更になるし、あるいはその食肉業者は見せてないんだったら見せるっていうふうにそのポリシーがその行為を変更させるわけですけれども、その行為の変更っていうのがもともとやっていたその見てなかったとか見せてなかったっていう行為に対して、まあ、その行為の性質その道徳的な性質に対してどのような変化を生じさせるかっていう、だから結構これも SQAP みたいな考え方になるわけですけど、ファンダメンタルインテレストを侵害していたっていう道徳的性質からそのファンダメンタルインテレストを侵害しないで尊重することができるっていう AP になるっていう、そういうモラルキャラクターその行為の道徳的な性質に対する変化っていうのを特定するってことです。でその変化の結果としてその要はそのポリシーっていうのがその元々あった行為に対してじゃあ結果何をしているのかっていう、それをその例えばサフリングアニマルサフリングスを見せることによってファンダメンタルインテレストを尊重することができるっていう AP があるから、その理由によってこのポリシーがその人々に対してやっていることっていうのは require to show っていうそういうインプリケーションがあるっていうことですね。こういう流れです。でまあ場合によってはこのインプリケーションって言ってプロヒビション、パーミッション、リクワイメント、エヴァリエーションとかそういうのが先にまあ出てくるような場合もあるんですけれども、まあ、This has banned animal experiment っていう例はすごいわかりやすい。これ明らかにもうプロヒビットしているわけで、だからこの3つ目の問いが一番最初に答えられる、プロヒビットしてますと。で、animal experiment って言って
ってるってことは、まあ、レレバントアクターも、まあ、特定はできるだろうと。アニマルエクスペリメントから恩恵を受けている人たち、まあ、その恩恵を受けている人たちもいろんなパターンがあって、まあ、コンシューマーとかメディカルニーズ持ってる人とか、まあ、医薬会社とかもそうだ、化粧品会社とかで、一番重要なアクターとしてアニマルっていうのがいるというふうにアクターの特定ができると。なそれがこういう話だけです。レレバントアクター、アニマルエクスペリメント、ステイ、コンシューマーズ、カンパニーズ、etc.The relevant action is experimenting. これが重要な行為ですね。Experimenting っていうのが現状で起きている行為です。The forcefully giving dangerous drugs to animals to test their effects, causing pain and death of animals. Experimenting の、まあ、定義がこういうふうに回す。まあ、定義っていうか、まあ、作業的な定義がこういう。で、ここで It seems counterintuitive that we may do such an action to animals. But why? っていう問題が出てきて、2つ目の問いが出てくるわけですね。なんでその行為、エクスペリメンティングっていう行為やばいのかっていう。でここでエレメントを見てみましょうっていうことですね。さっきのアクター、コンテンツリーズっていうことですね。でここで Always Go Back to そのアクターコンテンツリーズの3つに戻っていきましょうと。でここで トピックに応じて知識っていうのが結構異なってくるので、ここはもう勉強の余地って感じですね。あとでそのリソース集を一応上げておくので、まあ、そういうところで一個一個 その個別的なトピックについて、まあ、どういうプリンシプル上の議論が展開されてきたかっていうのは勉強できるようには一応してあります。こんな感じですね。まあこれで終わりなんですけどこのセクションは何かご質問ありますか。プレパでどういう時につまずくかみたいな、僕ちょっとなんかこのレクチャー用紙レクチャーのデータ作っててあんまり思いつかなかったと思ったんですけれども、なんかプリンシプルの話しようぜってなった時にでもどうしてもこれがわからないみたいなってあるんですか。プレパの時、まあ、なんかあったら後で言っていただければ考えます。あと1時間ぐらい12時とかじゃないですか。12時とか、じゃあ多分行けます。多分いい感じに撮ってる。じゃあ進みます。でこれですね、デンジャーノンコンパラティブです。で要するにまあどうあれそんなことやっちゃダメだって言ってるだけなんじゃないのっつって、コンパラティブじゃなくないっていうふうにジャッジに言われるわけです。100回ぐらい言われました。要はまあすげえデオンティックプリンシプルアーギュメントできたぜっつって、でもオポーネント、要は相手サイドが結構いいプラクティカルアーギュメントを持ってるように見えると、出してきたように見えると。でそういう時にジャッジはどういうふうに要はディシジョンを下すかっていうのがちょっと気になるでしょうと。でこれですね、ポイントはGive the deontic principle specify the moral limits to pursuit of whatever purpose is. 要はどんな目的を持ってたとしても、その追求の仕方に対して道徳的なリミットを課すっていうのが deontic principle の役割だっていうふうにさっき言ったんですけれども、もしその議論が成功するんだったら、要はその deontic principle いい議論した時点でもう勝つっていう話になっちゃうんじゃないのっていう。でも、ジャッジは結構これサイズセンシティブバイアスっていうふうに言えると思うんですけど、そういうバイアスを持っていると。例えばこういう例なんですけど、 Saving 3 by torturing 3っていうのは1つ、 Saving 3 by torturing 1っていうのは2つ、 Saving 30 million by torturing 1っていう3つのケースがあると。でこの時に1つ目と2つ目は道徳的にそんなに変わらないと。もしトーチャリングっていうのがどの道悪いんだったら変わらないように見えると。で何にもかかわらず1個目の方が悪いように見えると。でもしトーチャリングが悪いんだったら、そのいやトーチャリングした時点でもうあなたの道徳的な、まあ、人生はもう終わりですって話になるわけで、1人トーチャーしてようが3人トーチャーしてようが変わらないって話になるかもしれない。まあ次2つ目と3つ目比べてみましょう。
もし、トーチャリングがどの道不正なんだったら3人助けてようが3000万人助けてようが変わらないように言うわけでも義務論者その義務っていうのが本当に大事だっていうふうに言っている人たちでさえこの3つ目の行為っていうのは一番よやらなきゃいけない行為ですセービングス30サウンドとか30ミリオンスでやらなきゃいけないっていうふうに結論を下すし逆にその1つ目と2つ目のケース比べてみるとトーチャリング1の方がまだパーミスティブだっていうふうに多くの人たちが言ってきたという事実が一応ありますでなんでなのかっていうとこれみんなそうなんですけどもその Given the site sensitive bias the deontic principle might fail to defeat the opponent if the opponent's practical arguments are so good っていうことですねもし相手の言ってるプラのその帰結っていうのがマジで3000万人助かりますよっていうことなんだったら通っちゃダメっていうプリンシプルの議論がいかに強くてもおそらくジャッジは相手左右にボートを入れるでしょうとだからこういうそのバイアスをまず解消してあげるっていうのが結構そのプラクティカルの議論と戦うときにはやらなきゃいけないことでなのでここで一つ目の比較の仕方が現れますとプラクティカリー対、まあ、対とまでは言わないんだけど対に近いとこれどういう戦略かっていうと Reduce the opponent's intended benefits and harms as much as possible and break the tie by presenting a deontic principle 要は3000万人助かりますっていうのは何としても否定しなきゃいけないもしかしたらまあ3万人かもしれない、まあ、300人3人、まあ、可能な限りそのプラクティカルなレベルでは対に持っていくこれはもうリフュートでやんなきゃいけないことですね立論というかコンストというよりはでそれが一つ目の戦略でその上で結構プラクティカルには近いですよとでその上で、まあ、私たちのそのプリンシプルこのディオンティックプリンシプルがありますよっていうのを付け加えてあげるとそれがタイブレイクになるっていうパターンこれが一つ目じゃあ OK かっていうと別のダウトもあってもしそのオポーネントその相手サイドがいいプリンシプルまで持ってたらどうしようとそのプラクティカルの話じゃなくてその時はまずやんなきゃいけないことは相手のプリンシプルは一体何なのかってことですそのテレックプリンシプルなのかディオンティックプリンシプルなのかとかでもし目的についてのプリンシプルなんだったら、まあ、2つの仕方で応答できると相手が設定しているテレプリンシプルをアクセプトするでその場合には私たちのサイドと相手のサイドっていうのは同じテレプリンシプルを共有しているってことになるからどっちの方がそのテレプリンシプルに従ってより良い帰結っていうのをもたらすのかっていうのが問題だとでこういう場合にはディベートはもう本当にプラクティカルなディベートになってきますってことですねでもう一つのそのレスポンスの仕方が相手が出してきたテレックプリンシプルそれダメだっていうふうに言うことですでその場合には私たちのサイドの方で、まあ、ディオンティックプリンシプルをその設定してそのディオンティックプリンシプルによって相手のテレックプリンシプルを潰すっていうことが考えられるとでこれが相手のプリンシプルがテレックプリンシプルだった場合 の反応のあり方でもし相手のプリンシプルがディオンティック義務に関するものだったらこれもだいぶ辛いので、そのプリンシプル自体がクリアかどうかとか、まあ、いい理由によって支えられているかどうかっていうのをちゃんと吟味してあげないといけないでさっきのそのエレメンツオブなんとかかんとかっていう話でアクターコンテンツリースンっていうのがあったけれどもあれをしっかり相手サイドができているかっていうのを見てあげなきゃいけないでもし相手のディオンティックプリンシプルっていうのがその自分たちのディオンティックプリンシプルの議論と、まあ、直接クラッシュしているとしたら、まあ、自分たち の議論を徹底的に擁護しなきゃいけないっていうでここまでその直接的なクラッシュになっている場合っていうのがもうさっきから何回か言及しているワールズ2009のグラファイの OO と CG なんですけれども OO は母親のボディリオトロミーないしその人格的なオートロミーっていうのを超重要視している CG はそのフィータスの観点から発せられる私を殺さないでくれっていう要求の超重要なものだっていうふうに言っているこの2つのディオンティックプリンシプルが直接ぶつかり合っているっていうのがあのラウンドの OOCG の間で起きていたことだと僕は思うんですけれどもまあ、そういうケースですね。だいぶ難しいケース。もうジャッジとしても泣きそう。で、こういういろんいくつかストラテジー出してきましたけど、まあ、最初のストラテジーがあれですね、プラクティカリタイっていう名前をつけましたけど、このカッコ2、カッコ3、カッコ4っていうふうに説明したやつ、それぞれ、まあ、一応戦略として名前つけておくと、2つ目はノーディオンティック、3つ目はエンズバーサスデューティーズ、4つ目がデューティーズバーサスデューティーズっていう、まあ、こういう類型になるんだろうと。ノーディオンティックっていうのは、もうディオンティックプリンシプル何もないし、そのディベートにおいては。なのでテレックプリンシプルっていうのをはっきりと定義してあげてでその上で
プラクティカルアーギュメントでどれだけその目的を達成できるのか、で相手がどれだけその目的を達成できるのかということだけが問題になる。で3つ目がエンズ vs デューティーでした。これがその相手のテイクプリンシプル vs 私 の, あのデューティープリンシプル、もしかしたらエンズ vs エンズっていう場合もあるっていう、これですそうね、エンズ vs エンズっていう場合もあるのかもしれないけど、その辺はあんまり準備をしてなかったので、まあ今回デオンテックプリンシプル結構フォーカス当ててるっていうことで、エンズ vs エンズっていうのはそんなに問題じゃないと思います、なので相手のテイクプリンシプルと自分のデオンテックプリンシプルをクラリファイしてあげて、なんでオポーネントのその相手のテイクプリンシプルとか、まあ、そのテイクプリンシプルによってその正当化されているような特定の行為っていうのが、まあ、道徳的に許容できないか、そのアンアクセプタブルって書いてあるインパーミッシブルですねっていうのが、まあエンズ vs デューティーですね。CO と OG、 あそうそうそう、あの CO と OG、 この相手が出したテイクプリンシプルによって正当化されるような行為っていうのがやばいっていうやり方は、これ CO が OG に対して反論でやったことなんですけれども、 OG は命は大事だと、だからプロモートしなきゃいけない、まあ可能であれば命はいくらでも作らなきゃいけないっていう話になるんだけれどもっていう言い方を CO がして、いや本当ですかみたいな、命っていうのも大事なんだったら、その可能性があるときにいつでも命作らなきゃいけないっていうんだったら、私たちはその例えばセックスをしなかったとか、そういう何かをしなかったっていう話、そういう行為だけで、まあ、行為を遂行しなかったっていうだけで道徳的に不正っていうことになるんですかみたいな、そういうまあちょっと、まあ、一見バカらしいけど一応論理的にはスッとくるような話を CO王子に対してしている箇所があります。であれはこういうことですね、 OG が言ってるとにかく命プロモートしなきゃいけないっていう話が、それが目的として捉えられると何かおかしなインプリケーションが出てきてしまうっていう、そういう反論の仕方で、最後デューティーズ vs デューティーズ、まあ、さっき言った通り大元 CG のあのワルズ09のグラファイの大元 CG ですね。でこの場合は相手のデオンテックプリンシプルをクライファイしてあげて、自分のデオンテックプリンシプルを出してあげて、で、まあ、自分サイドの優越性っていうのを示してあげるっていうことです。で、これがマザーズモラルクレームズオートノミーっていうのと、フィータスモラルクレームズノットビーイングキオっていう感じです。どっちのクレームの方がより重いのか。で、CG がかなりここで頑張っていった部分があって、やっぱりそのオートノミーとは言ってもそのコンベニエンスでしょっていう、その母親とかその、まあ、父親含め親が欲しいのは生活のコンベニエンスでしょっていう、そんなものと命との間でその要はまともなその比較ができるわけないと、命の方が重いに決まってるっていうような言い方を CG がしてたりしたんですけど、まあ、そういうふうにあの自分たちのデオンテックプリンシプルの方が強いんだっていうことを示すっていう、そういう戦略がありますと。で最後に、まあ、これはおそらくその同じラウンドで王が勝った理由だと僕は思うんですけれども、あの最後のストラテジー、あの本当にデオンテックプリンシプルがぶつかっててまず対に見えてしまった、でここで最後にもうなんか落としどころがこれなのかちょっと恥ずかしいんですけど、プラクティカルタイブレーカーっつって、プラクティカルアーギュメントがあのタイブレークをすると、プリンシプルが拮抗しているときっていう、でも、まあ、プラクティカルでそのタイブレークをするっていうのは、まあ、明らかなように見えるんだけれども、結構そのやり方があって、でもう英語のまま読んでいますけど、 Practical argument as a tiebreaker, a breaker of principle ties type A differs from practical argument coming from somewhere else ということで、プリンシプルの対をブレイクするために使うようなプラクティカルアーギュメントっていうのと、そうじゃないプラクティカルアーギュメントの違いっていうのがあるんだと。で、Type A arguments point out how the opponent's deontic principle cannot feasibly be followed in the real world。 これが王が多分やろうとしていたことですね。で、どういうことかっていうと、This is different from simply stating that the opponent's principle, if followed, will result in great harms. 単にその王は例えばそのあの14歳の女の子がなんかどこにも行き場がなくなるみたいなことをしてました、ね、言ってましたけど、そういうハームがでかいっていう話だけをしていたわけじゃなくて、 Rather the value that the opponent intended to protect by imposing the deontic principle cannot feasibly be protected ってことですね。これ王のその特に DLO が出してた話の中で、プラクティカルなアーギュメントを話し始めるときに結構強調してた一文があって、あの相手の世界ではそのフィータスが殺されるっていうことを防ぐことはできないっていう言い方をしていたと。でそれがその王のポイントの大きなポイントの一つで、
どの道をそのアボーションっていうのが起きてしまうよと、しかも安全じゃないような状況下でっていう、その話が根っこにあったと。でその上でその後のプロセスっていうのを全部説明しきったっていう、そのどれだけその14歳の少女がそのとんでもない状況に置かれてしまうかっていう話が出てきて、まあ、その辺のプラクティカルがどんどん後から付け加わっていったんだけれども、まあ取りこぼさなかったポイントとしては、そのガバがその全体として達成しようとしている目的っていうのがガバの世界で達成できないっていう、目的というのはその課そうとしている義務が実際には課すことができないっていう、なんでかっていうと、まあ、本当にそのアンボンテッドフィータスだと自分のその体重を持っている人っていうのはどの道やってしまうからと、産むコストがでかすぎると思うからってことですね。まあ、そういう話があることによって、そのディオンティックプリンシプルがその現実の世界に適用できないっていうことを説明しようとしたっていうのが多分あのラウンドで起きていたことだというふうに思います。まあ、そういうのが、まあ、プラクティカルタイブレーカーっていう戦略として、まあ、言えるかなっていう感じですね。で、まあ、以上5つぐらい見てきたんですけれども、これがね、最後プラクティカルタイブレーカーについていくつかメモがあるんですけれども、まずその最初にそのオポーネント、その相手サイドのディオンティックプリンシプルに要は仮説的にちょっとコミットしてあげるってことですね。最初にやることがもしかしたら正しいのかもしれないって、アンボー・フィンタスが殺されるっていうのは、まあ、殺されてはならないっていうのは正しいのかもしれないと。でこれは何をやってるかっていうと、いやアボーションっていうその相手サイドによって不正だって言われているような行為っていうのが実際に不正なのかもしれないっていうことを一応コンシールすることだと。でその上でもう一つコンシールするのが、もしその相手サイド その義務的なプリンシプル、その殺してはならないっていうプリンシプルが完全にそのある社会において従われたならば、遵守されたならば、もしかしたらオポーネントはその自分たちがそのディオンティックプリンシプルを課すことによって実現しようとした価値っていうのを全て守ることができるかもしれないと。でこのことも認めていいと。でもっていうことですね、その最後のプラクティカルタイブレーカーの戦略の肝になってくるところっていうのが、この下の太字になっているところで、 If the opponent's deontic principle is likely to be regularly violated in a society because the burden of principle imposes on individuals is too heavy, then it may be better to pass the second best one in which the opponent's deontic principle is not implementedで例えば、Some people will practice abortion even if abortion is banned, and that will worsen what happens to them without improving protection of fetus rights っていう、そういう結論になってくるって感じですね。でこれが多分プラクティカルタイブレーキングの、まあ、スタンダードなやり方っていうことになると思います。で、今まで出してきた3つのストラテジーを一応最後にまとめておくと、プラクティカルタイムを読んでいく、Ends vs. Duties, Duties vs. Duties で、プラクティカルタイブレーカー。5つで、まあ最後、まあ、これを書いてあるのはそんなに大事じゃないですか。まあ本当にアーギュメントであることは間違いないので、本当にその前提が正しいかとか、その前提から結論が出てくるかとか、そういうすごい基本的なそのアーギュメントの吟味の仕方っていうのはいつでも忘れないようにしていただけるといいかなと思います。でこのアーギュメントって何なのとか、基本的にそのアーギュメントっていうのをどういうふうに評価すればいいのっていうのの、すごい一般的な話っていうのは事前にお伝えした URL からアクセスできるそのウェブサイトで一応いろいろ説明してあるので、で説明多分僕は十分だと思うので、ディベートの部分では、なのであれを見てみてください。で最後サジェスティッドリソースに入る前に質問は、あるいはもう一回映してほしいスライドとかあれば。あ、この後で見れるんですよ。後でも配布します。そうですか。なんか実際にその相手の世界の相手の言ってることをめちゃくちゃエクステンドしたら大変なことになるよねって。実際だ。ああ。じゃあ CO の話。あるんだけどさ、ね、まああれはスポード出て何言ってたバカじゃないって、
まあ、あれは確かにやりすぎるとまずいっていうのがあって、だ例えばその功利主義者があの義務論者にトロッコ問題の中で、もしあの一人その一人以外の全人類死んだらどうすんだみたいなことを言ってくるとするそれでそのディオントロジーあの退けられましたっていうふうに言われてもなんかよく分かんないって話なので、やりすぎは良くないんですよ。だからあくまでその現実的な範囲内っていうことにしなきゃいけないので、だからさっきそのあの JLM ですよね、彼のリフュートをちょっとやりすぎだしなんかおかしなところはあるっていう気はするんですけど、まあ、でも一応論理上言える話ではあるので、うん、やっぱりその単に命が重要だっていう言い方だとどこまであの変なインプリケーション出てきてしまうのかっていう感じですね、うん、そこの、相手のプリンシプルになんかどっかおかしなところがあるっていうのを指摘できるってだけで結構ディベートの中では強みになると思います、うん、なんか大事なのそれやるから相手のプリンシプルがなんだろう、その絶対で絶対大事だっていうやつが成り立たなくないっていう指摘をするという意味で、そうですよ、もう何か無条件の義務っていうことは言えないはずだっていう感じです、うん、あるいは無条件の目的だっていうふうには言えないはずだ、うん、何かございますか、大丈夫そうなら最後、まあ、リソースですね。でリソース、あの僕が最近何かこういうなんかレクチャーとか大会作ったりとかに関心持ち始めたのが、なんかそろそろあの 日頃なんか勉強してることを還元したいなって思い始めたって話なんですけれども、もともと大学院に進学したのもディベートやってる中でプリンシプル的なことに興味持ち始めて、もうちょっと勉強したいっつって大学院行って、でいずれ還元しようっていうふうに考えてやってたので、なんで、まあ、そろそろ還元しようと思ってやってるんですけれども、なのでこれから挙げるリソースは結構そういうところで僕が触れてきたリソースなので、アカデミックなんですね。ディベートに関係する直接関係あるリソースじゃないっていうのだけ最初に言っておきたいので、これはもしかしたら全く役に立たないものが含まれてるかもしれないっていう話です。僕は多分全部役に立つと思うんですけど、やろうと思います、使いようによってはもしかしたら役に立たないものもあるかもしれないので、その場合はすいません。なんで役に立たないかもしれないかっていうと、7分のスピーチとかあるいはその15分、20分、30分のプレパだとどうしても説明しきれないようなことっていうのが書いてあると、かなり細かい話があると。でしかもその、まあ、テクニカルな言葉とかを使いすぎてディベートの中でその言葉を使うと何言ってんのかって思われるっていうのもあるし、最後の最後でこれを言うのなんですけど、プリンシプルやりすぎるのも良くないっていう話です、ね、そのディベートの中でずっとプリンシプルのディオンティックプリンシプルの話し続けても あれなので、だから要はこれから挙げるのはその、要は例えば道徳哲学とか政治哲学とかそういう領域においてその出てきたような議論っていうのを、まあ、まとめたサイトとかなんですけれども、まあ、そういう議論にのっとるよりももうちょっとレトリカルにやった方がディベートでは勝てるっていうこと、まあ、その辺はうまくバランスを取ってください。最初はこれです。まあ、アーギュメンテーション、一体アーギュメントって一体何なのっていう、そのすごい一般的な話で、これはフィロソフィーオープンの大会 のリソースシェアみたいなあれでももうシェアしてあるんですけれども、ジム・プライオーって人のこのウェブサイトがむちゃくちゃいいっていうのがまず一つで、もうちょっと興味ある人はアンソニー・ウェストンさんで、マリアン・タルボットのはこれは、まあ、聞いて勉強したいっていう感じの人はこれはおすすめです。でこれが、まあ、アーギュメンテーション、その議論をするっていうこと のルール、議論におけるルールっていうのを一般的に説明したんです。で2つ目がこれ倫理学なんですけれども、倫理学ってまあ結構、要は僕たちがディベートでやってることって結構倫理学的なことなんですけれども、要は具体的な事例に対して道徳判断を下すっていう、そういう試みなんですけれども、そういう試みはその、まあ、この辺 のリソースですね。さっきのマリアヌ・タルボットさんは別のレクチャーもやってて、エセックス&ポリティクスっていうのもレクチャーをやっています。でもう一個これは、まあ、ディオントロジカルエセックスっていう、でこれ一番最初にデオントロジー、その義務論の論的としてのそのコンセクエンシャリズム、帰結主義っていうのは一体何なのかっていうのを説明も入ってるので、まあ、両方いっぺんに勉強するのに一番いいかなっていうふうに思います。
でもう本当に古典的なその功利主義 VS 義務論っていうような対立軸っていうのは、まあ、一応ベーシックなところぐらいは押さえておいた方がいいと思うので、まあ、それは一目見ておくといいかなっていう暇があればって感じですね。で次が、まあ、これは例えばフリーチョイスとか、その例えばガバメンツインターベンションとか、なんかあるいはその再分配政策、タクセーションとか、ああいう話って大体その政治哲学、要は国家が個人に対してあるいは社会に対して何をするのかっていう、あの問題領域の中の、まあ、個別のトピックってことなので、結構ポリティカルフィロソフィー のこういう導入的な本で紹介されているような議論っていうのは割と使えることがあると。で特にその一番上のデイビッド・ミラーっていう人 のポリティカルイタリックスの、ね、ポリティカルフィロソフィー・ベリーショート・イントロダクション、これはとても分かりやすいし面白い。でジョナサン・ウルフって人はなんかもうちょっと実際的な関心を持ってパブリックポリシーとかそっちの方に興味がある人で、まあ、そういう観点から政治哲学っていうのに、まあ、イントロダクションを書いてると。でウィル・キムリックはこの人はまあ、この教科書はこれが本当に結構大学院生向けの教科書みたいに使われているものなんですけれども、まあ、クソ難しいのでこれは上の2つよりはプライオリティは下がるという感じです。で全部日本語版があるので探してみてください。すぐに見つかると思います。であとはスタンフォードエンサイクロペディア・オブ・フィロソフィーですね。これもさっきの いくつかその個別的なトピックに応じてもうすでにいろいろ確立されているその何ていうの、プリンシプルの議論っていうのがあるっていう話をしたんですけれども、それがスタンフォードエンサイクロペディア・オブ・フィロソフィーにすごい簡単にっつっても難しいんですけどまとまってはいるので、まあ、興味があるものから読んでみてください。まあ、これはこの前の大会フィロソフィーオープンの大会のリソース集でも出したやつなので、まあ、内容は違わないんですけども、まあ、こういうのが一応ありますよって感じですね。でこれはマジでプリンシプル大好きだし暇ですっていう人がいたら、まあ、こういうのを読んでみてください。 What you owe to each other っていうのと Theory of Justice、まあ、上は最近超有名な最近っていうか昔からだけど有名な道徳哲学者で、真ん中はまあ名前ぐらいは聞いたことあると思うんですけど正義論って言われてるので、下は最近僕が読んだ本で功利主義って結構僕最近まで舐めてたんですけど、これ読んだら結構強いんじゃないかなって気がしてきたので、まあそういうところすごい細かく勉強してみたいっていう方がいたらこういうのを読んでみてくださいっていう感じですね。最後にクエスチョンは何かありますか。最後の今功利主義と論じないというので、功利主義ってディベートの中ではさ3人死ななくなるから勝つみたいな、なんかそのプリンシプルじゃなくても勝つじゃん。そうです。だから功利主義を今回は取るべきっていう話がなくても取られる話じゃん。そうなんです。だけど多分功利主義をジャスティファイする方法がよくあって、そうなんです。それってどんな感じなの。功利主義はまあちょっとこれはじゃあ結構追記しましょう。あっていうかみんなの質問じゃあ待って大丈夫ですか。まあじゃあすごい簡単に説明すると、功利主義っていうのはこれがコンセクエンシャリズムです。正しい行為っていうのは何かについての定義をコンセクエンシャリスト、帰結主義者はこういうふうに定義します。で、功利主義っていうのは最善の帰結とは何かについての一つの解釈を出します。最善の帰結っていうのは行為が最大化された状態、行為が最大化された状態、要はもう世界全体で行為が最大化されている状態、可能な限り最大化されている状態っていうのが最善の帰結っていう、可能な限りの最善の帰結っていうのが言っていただいたんです。でこれのユーティタリアニズムのその考え方が、こういう考え方があって、ウェルスビーイングあるいはウェルフェアマスターバリューっていう感じですね。
この2つなんですね。そのこれがもう行為主義が絶対に擁護しなきゃいけないあので、多分行為主義正当化するときにまず最初に出てくる話で、価値があるものっていうのは最大化されなきゃいけない世界においてっていう。で、まあ、それがコンセクエンシャリズムにかかってくるんですけれども、最善の帰結っていうのは最も価値があるものがあの最もあの最大限あの実現されているような世界っていう。でこの主張をまず擁護しなきゃいけなくて、 で、まあ、でも価値って何なのかっていうのを考えたときに、いろんな価値があるように見えると、例えば友情とか、例えばそのあの 水が美味しいとか、水の価値とか、例えばあのディベート楽しいとか、まあ、ディベートの楽しさとか、なんかいろんな価値があるのかもしれないけれども、ユーティリタリニズムの一つの特徴は、あらゆる価値をウェルフェアっていう一つの価値で説明しきることができるっていう主張なんですね。マスターバリューって言い方するんですけど、でそのこの2つ の、 あのドクトリン、なんか教説みたいなものを組み合わせるとユーティリタリニズムが出てくるっていう話です。なので、その価値あるものは最大化されなきゃいけない、ウェルビーイングが全ての他の価値をあの単一の尺度で説明できる唯一の価値だから、まあ、それがあの、まあ、何かに価値があるって言った時に、それはそのウェルビーイングを増大させるっていうぐらいの意味しかないと。でウェルビーイング自体がそれをあのその説明原理になるようなマスターバリューだと。だからウェルビーイングが最大化されなきゃいけない世界においてっていう、まあ、こういう話があるんです。で、あの一つの、まあ、例えばこういう主義の叩き方はこのどっちかを否定することです。価値あるものは何であれ最大化されなきゃいけないっていうのを否定するか、ウェルビーイングがマスターバリューだってことをあの否定するかっていう。でそれが結構まあ行われてきたじゃ来たんですけど、でも結構難しくて、やっぱりあなたがそれを大事だと思っているのは、やっぱりそれがあなたを幸福にするからでしょうっていうふうに言われたら、何も言い返せない気がする。で人によっては説明の順序が逆だっていう人もいるっていう。それがあなたにとって価値があるから、それをあなたを幸福にするんだっていう言い方をする人もいる。まあ、でもそこはかなり難しい話で、でも功利主義っていうのは基本的にこういう考え方をします。で、まあ、一つこれはなんかこのなんでウェルフェアなのかっていうところで、そのマスターバリューなのか、なんでウェルフェアなのかっていうところで、ここで結構あの功利主義はなんかこの誤謬を犯してるって言われるんですけど、あの何々が、X は Y であるっていう主張から、 X は Y であるべきであるっていう主張は出てきませんっていう話なんですけど、イズオートファラシー言われるんですけれども、要するに功利主義の功利主義擁護する人がずっとやってきたことの一つとして、あのウェルフェア、ウェルビーイングには価値があります、なんでかっていうと、みんなウェルビーイング欲してるからですっていう、みんなが欲してるっていうだけの理由で、それにはそのディザイアブルっていう性質があるっていう、そういう考え方をするっていう。だからビーイングデザイアードっていう事実から、ディザイアブルオートトゥデザイアっていう、この矢印がこのイズオートファラシーになってますよっていうふうに、まあ、言われてはきました。まあ、でもこんな話はディベートですることではないのであれなんですけど、まあ、一応補足として、だから僕はトロッコ問題モーションどっかの大会で出たやつ、どうディベートすればいいのか全くわからないんですよね。こういう話をしなきゃいけないのか、しなかったらしなかったで功利主義義務論の対立に決着つけるなんて無理なようにも見えるし、なので、まあ、ああいうモーションが出たらどうしようっていうのはちょっと僕にはまだ答えられません。他にご質問ありますか。時間はちょうど12時ですね。大丈夫そうであれば以上で終わりにします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、昼から練習場所はここじゃなくて西にある建物に移るので、まあ
多分長男の人が分かるんで、迷ったら長男の人についてみてください。12時15分から政府教育です。ベビーグっていうのは基本的に幸福とかクリスとかで、要はあの幸せな感じのこと気分がいいと。ラーメンが出たら1時間ぐらい余裕レコーディングじゃないこれ。